年金アドバイザーワンポイントレッスン担当はレクセン2講師シャロ氏の大野です今回のワンポイントレッスンは遺族厚生年金の短期要件長期要件の抑え方のコツについてお話しいたしますまあ、遺族厚生年金こう学習経験ある方でね年金の学習経験ある方で遺族厚生年金の,その短期要件長期要件って 結構ネックになってるところで、なんとなく分かったような分からんような、えー、ふわふわっとした感じの方もいると思うんでね。まあちょっとコツですね。こうするとやりやすい見えてくるも門があるっていうところの話をしたいと思います。えー、ちょっと画面にですね。これはあの僕自身が年金アドバイザー講座で、えー、作っている。 教材の一部を画面上映してまして、まあ、ちょっと画面提示のみで、えー、これはあの今回用意させてもらったんです。けれども、まあ、遺族厚生年金の要件ですね。まあ、あの亡くなられた方の要件です。特にね。それを挙げています。遺族年金というのは、こう亡くなられた方の要件と残されたご遺族の要件に分かれるんですけれども。 まあ短期長期っていうのは特に亡くなられた方の要件ということになるとでざっとこう見てもらうと4通り出てくるんですよ。で全くこれ初めて聞かれてる方でもあの本当にいいあのそういうことだなということで聞いといてもらえると後からそうだったのかということでつながってくると思うんでね。学習のの経験のある方はもう本当に 苦手にされているとすれば今から僕が言うことを実践してもらうといいんじゃないかなと思うしこれから勉強される方も大まかにポイントだけでも捉えておいてもらえるといいずれ僕のの言ってるるることと意味が分かるようになると思いますでね要件は4つあってこう全部見すぎるんですよね。で上から全部こうなぞっていってなんかいろいろ見てるうちに 結局分からなくなっちゃうっていうことが結構あるんですよね。で4通り要件があるんですけども基本的に事例的にこうよくある話としてはもちろん2と3も要件としては、ね、あの重要だし勉強するんですけども苦手にされてる方苦手感がある方は。 あのニートはもう後に回して、一と四に集中したらいいと思いますね。一番短期要件、四番長期要件ということで、こう四つあるから、なんか焦点がばらけるんですよ。で、二通りでね、で、厚生年金の要件者の方がなくなる。勤めてる方がなくなっちゃうっていうのと、えっと、こう四番ね、ちょっと複雑になってて。受給資格期間が原則二十五年以上ある老齢厚生年金の受給権者。 または、えー、受給資格期間がが原則25年以上あるものが死亡した時でこれあの29年の8月からですねいわゆる10年年金の話が法改正でスタートしまして、えー、老,齢年金老齢年金の受給資格が25年から10年に縮まったわけですね。で10年そこそこで全然普通にもらえる時代になっていると。 で以前だとその受給資格期間を満たしているとか受給減者の方とかね老齢厚生年金の受給減者とか受給資格期間を満たしてる方っていうのはあの25年が受給資格だったんで必然的に25年とか書かなくたってあ25年以上あるパターンやでっていうことがねもう簡単な表現で説明できたんですけども今はもう。 25年もいいららないからね老齢年金もらうためにたった10年でいいわけですのででどうなったんだっていうことを言うと以前の内容と基本的には変わってなくて昔と一緒で受給減税受給資格を満たしている方の死亡っていうのは25年以上の期間が必要なんですね。だからこう25年以上あるととということをきちっと 限定的に入れないと、えー、10年そこそこでいける人でも当てはまるって話になっちゃうからねこ,これ入れとかないとでそもそもこう長期要件でしょ長期要件なんで25年以上ないと長期とは言えないでしょ10年そこそこで受給資格満たしている方はそんなに長くないからねだから長期要件の長期という言葉を特に 認識するときに二十五年あるから長期ぐらいの感じで抑えられるとね残りやすいと思います。で、事案的に言うとこう勤めてるときに亡くなるパターンと四番はもう年金もらってる年代の方でそれなりのお年の方だと思うんですよね。え二十五年クリアしてそこそこの年齢になっている方が亡くなる。まあこの二つがまあ一番中心的なテーマですね。であとはあの。 長期要件といううのはもう1個だけなんですよだ基本短期要件で長期要件1個だけ長い方ぐらいの感じであとこれ是非覚えておいてほしいんだけども長期って何が長いか分かります何が長いか長期って厚生年金の期間が長いって答えたそこのあなた違います。結構 結果的に厚生年金の期間が長い方もいらっしゃるのは事実ですけれども必ずしも厚生年金の期間が長いとは限らないで、25年というのは納付済み期間であったり免除期間であったり合算対象期間であったり全部積み重ねて原則25年という意味ですので厚生年金の期間だけでっていうことではないんですよねあの厚生年金の期間がすごく長い方も中にはいらっしゃると思うけども 国民年金の1号の期間で大量に納付済み期間があっても全然構わないんでですので抑え方的に言うと25年以上あるっていうのはいろんな期間をつなぎ合わせていいわけだから公的年金の加入期間が長いという感じで捉えてください。公的年金の加入期間が長いという捉え方ですで。あと短期長期長で こう分かれてきて何が違ってくるのかっていうと年金額の計算のシステムが違うんですよ。で短期要件の場合ぜひ覚えて,おいてほしいのが300月の見直しができる。 300月の見なしができるで長期の方は見なし使えないんですよ厚生年金の実際の期間で計算 おかしいですかね。見なし使えないですね。あのむっちゃむっちゃ死亡って勉強すると、後、え、継、ー、年金の受給者の死亡短期見なしが使える。で長期っていうのは公的年金の加入期間が長い方のパターンで、でこのタイプの要件だと長期要件の形だと見なしが使えなくて実際の期間で計算すると。あの今僕は言う。 たことだけは頭に絶対残して、二番とか三番とかとりあえず。お休みして、一と四を集中的に。そこを絞って一回勉強していただけるとね。あの、要するに本質が見えてくると思うんですよね。今日その、一通り全部。こう、本質が分かってから、二番三番は後からでもいいと思うんですよね。だから短期長期で、特に。 苦手感がある方ですね要件をまあ絞って勉強していただくで計算式は違うでみなしが使える使えないのこう分かれ方長期はみなし使えないからね短期はみなし使えるけどでその辺のまあ分かれ方でしっかりやっておくで長期の長いっていうのは公的年金の加入期間が長いという意味だというところですね。あの いろいろ情報量多すぎてドツボにはまることが多いんで、僕は言った今言ったシンプルな論点にある程度絞って事例的なものの勉強とかをまず片付けてもらえるとね、あの本質的なことが見えてくると思いますね。ちょっとまあ予言的なあワンポイントレッスンになったんですけども、僕は言ったことはこう理解ができてくると。 ああそこだったよなって絶対気がつかれると思いますねだからちょっと意識的に僕は言うた点を、えー、掴んでもらってやっていただけるとね本当と騙されたと思ってやってもらったらだいぶ感じ方が違ってくると思うんでね、えー、お勧めしている抑え方という感じですね、えー、それでは、えー、今回のワンポイントレッスンは、えー、これで終了いたします、えー、皆さんどうもありがとうございました